でこっからは対戦相手の話なんだけど、いや誰も誰だ全員本当に油断できない勝負だったじゃないですか、大将戦って。やっぱり大将に選ばれるほどのそのメンタルの強さと、やっぱ卓の多さ、奈良香さんもそうだし、イブさんのジュリもそうだし、カナエさんのキャミーも、とにかく仕上げ具合がすごかったし、やっぱり剣に対して何らかのアンサーじゃないけど、まあ、どう対策してくるかって結構やっぱそのあるじゃん。例えばカナエさんが すげえなって思ったのは、この中流日ガードした後に OD 昇竜打つやつ、あれ確定するのよパニカーになって確定するんだけど、正直これやられたら、これ毎回やられたらマジ俺死ぬんだよね。ネタバラシするけど、ここでこう2段目の、俺基本的に中流日しか振らないから、こう2段目のここで OD 昇竜振られると絶対かくるのね。それを1回やられて、あ、これまずいなってなった。まずはこのね、バッチコリストレートで取られた1本、これやっぱりこっちから攻められるときついんで、基本的にジュリって。で俺結構ジュリ戦最初弾打ってたんだけど、それをまあ逆卓じゃないけど、もう許さない前捨てだったねこれで。ここで俺はもうビビってるわけ。うわっ、奈良香さんやる気だ俺の心情ね、これ。うわ、奈良香さんここで仕掛けてくる、今日やる気だって。でこれも多かったね俺、あのかなえさん戦でもそうなんだけど、このコパンの後中パン振ってんのよ、しゃがみ中パンで、これこれマイナス1なんで、マイナス1ってどういうことっていうと、この後俺が動くとダメなの。この後、俺と一緒に、奈良香さんが全く同じ技を振った場合、奈良香さんにプラス1取られてるから負けちゃうのね。ほら、ここで今この数字出てんだけど、これだと技振っちゃいけないのよ、基本的に。ただ俺この、やっぱね、小パン、中パンっていうのが、刺さったらヒット確認っていうのを徹底してたから、そこまで打っちゃうのよ。でそこにカウンター食らってたっていうのが結構多かったな。これもラッキーだったな。でこれジャスパね、一回しかボタン押してない、かっこよすぎだろこのパリかっこよすぎだろマジで、マジ一回しか押してねえぞパリボタン、バジーン。かっで、ここら辺にね、読み合いめちゃくちゃ回ってたよね。二人とも爆捨てしてたよな、これ。めっちゃ面白かった。この次。二人とも爆捨てしてら。イブさんのジュリー。やっぱね、でもね、タッチーの人読みが刺さったね、最初は。後ろに下がって、風波ダメ。後ろに下がるときは風波ダメなんよ。イブさん。だからこれ見た後に、後ろ下がりを見た後に、オーディ波動。で、そのままラッシュ行くんだけど、ここね、ちょっとラッシュが遅かった。ガード間に合った。これで、イブさんも、ここで、対応変えてきたのがマジですごい。え、俺これさ、なんかあの、フードさんのチームだったじゃないですか。で、これスクリームの時もそうなんだけど、俺の市民を見て前歩き投げしてたの。イブさん。で、この時も、いきなり飛びから、俺が多分 OD 波動めっちゃ打ってたから、飛びから始まったんだけど、そういうのを、こう、フードさんに言われて変えてるのかなと思ってたんだけど、そんなことなくて、あれ自分で考えてやってたんだね。それすげえわマジで、すごくない？後から知ったんだけどこれ、俺自分で考えてこの飛び、疾風戦だったかな確か。
あれプログラムじゃなくて自我だったね、あれ。で、かなえさん戦ね、これね、弾ね、打てないんよ。弾打てないんだけど、打っちゃうの。まあでもそこまでアクセルスピンナックル食らってなかったから、あ、でも打ってないね、偉い。全然打ってない。浮いて。なんだこれ。これ、でもさ、俺、かなえさんとの、マッチが一番ジリジリしてたと思うんだけど、一番格ゲーじゃなかった、これこれさ、この間合いがザ格ゲーだよね。マジでこれ格ゲーだよな。やっぱりね、こういう一つ一つの対空とか差し合いとか、あと投げの判断とかは絶対かなえさんの方が上なんだよな。これもね、刺さったね。これ、対空っていうか、弱パン対策だよね。俺、これ、どういう思考だったかっていうと、多分、中足振ってるんで、あそこの位置で低空スパイラル出すと、ここら辺で低空スパイラル出すと、多分ね、手前に着地するのよ。だから、俺はその手前に着地するのを狙って、ちょっと後ろに下がりつつ、中足置いてんのね。これが多分低空スパイラルできたら、低空ストライクできたら、多分この中足刺さってるんだけど、これ遅らせたことによってパニカン食らった。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいストライク、これ。あー、これもなー、対空意識だよね。対空意識良すぎてこの前ジャンプに出たってことでしょ。すごすぎるよ。あ、これラッキー。かなえさんね、このね、中パンの後にパナスって、この後にパナスってよくやってたんだよな。おわ、すごい。これも対空出そうとしたんじゃないの、だって。うわ、そうだよ、これだってキャミーの対空、ワンボタン対空って前必殺技ボタンなんで、多分ここだけが先に出てたら対空で出てんだけど、でもこれ右下になっちゃって、左下になっちゃってるんで、下 SP が出ちゃってんのね。だからこれになったんだ。助かった。危なかったね。端の垂直落とせるのってマジで強いからな。投げて、これ偉すぎ。これで俺一旦絶望した。これ今までの対戦相手にはなかった、これね。これね、確定なんだよ。完全に中陣来の対策なんだけど、これ打ててんの偉すぎる。これ入れ替えもあるんで、めちゃくちゃ強いんですよ、キャミーのパナシって。入れ替わっちゃうの、画面端が。もう地獄よ。で、焦って、もう早く抜け出したいっていう気持ちから、この変な位置からの OD 竜巻ね。対空間に合っちゃうっていう。っていう話でした。っていう感じかな、振り返りは。いやー、でも、楽しかったな、大会。いや、大会。なんか俺もさ、初めての大会だったから、当日どんなもん緊張すんだろうとか、どんなもん面食らうんだろうって思ってたけど、やっぱりでも楽しいっていう感情が一番最初に来たし、やったろーっていう気持ちになれたのがめちゃくちゃ良かったの。すばらしい、ありがとう。